曜日のカンパネラってすごくまた特別なアーティスト例でもあったりしたので、そういう面でちゃんと緊張してたりプレッシャーだったりは感じてはいたんですけど、失敗を本当に多くしてきた人間だったから、失敗すればするほど挑戦が怖くなくなっていってたので、強火のカンパネラっていう船に乗ることができたなと思いますね。2021年9月に水曜日のカンパネラ2代目ボーカリストとして活動を始めた詩羽さん、昨年には初めてドラマや映画にも出演しました。映像作品に救われることってすごく多くあると思ってて、私が出た同じプロデューサーの須田さんの時のドラマを本当に現役の時に見ていたことでもあって、その時にすごくあれって衝撃だった、そんなことを言ってくれる人たちってなかなかいなかった中で、テレビっていうドラマっていう作品の中であの戦い方をする大人がすごいかっこいいなってすごく思っていて、その中でなんか自分も戦えるなら戦える場所は増やしていきたいなとは思っていたので、演技っていう表現の中でまた誰かの一歩になることができたらいいなと思ってるので、挑戦していきたいなとすごい思ってますね。素直でいるとかね、素直が一番大事だなと思ってるので、演技もすごく私はあの演技は素直にやらせていただきましたし、普段ライブをする時も喜怒哀楽に素直になるのが一番表現として正しいんじゃないかなと思ってるので、素直っていうことはあの無意識でもありますし意識的にもしてたりもしますね。モデルや音楽活動、俳優などマルチに活動する詩羽さんが過去の出来事を綴ったフォトエッセイポエム、最初はこんな文章から始まります。死んでやろうと思った。いいことなんて一つもない。幸せなことなんて何もない。誰も私を愛していない。生きている必要なんて何にもない。この世のクソ。エッセイでは家族関係や学校生活の中で詩羽さんが経験した辛い過去を鮮明に書き下ろしています。一番一言で素直な文というか、まあ確信、自分の中の確信でもある文を一番初めに持ってこようと思っていたので、本当にずっと思っていたことを何よりも素直に赤裸々に書いたっていう感じでしたね。執筆したこと自体も人生で初めてでしたし、当時の自分の感情と向き合うっていう体力の使い方をすごくしなきゃいけない期間だったので、その時期はすごく落ちてしまう時間もあったり、でもまあ落ちれば落ちるほど思い出すことも多いので、すごいちゃんと執筆は進んだりとか、良くも悪くもなんか循環している日々だったなと思いますね。私の場合は本当に本っていうものを人生で読んでこなかったタイプなので、あの逆にすごく書きやすかったというか。詩羽さんといえば口にピアス、刈り上げ、オンマユのスタイル、このスタイルになった経緯についてはエッセイの中で明かされていますが、詩羽さんにとって決意の瞬間だったといいます。その当時の自分に伝えたいこととは。頑張ってるよっていう点ですね。なんか本当に当時は自分が頑張ってるのか自分がいけないのか何もかもなんかすごく分かんなかったですし、自己肯定感が低いからこそ自己否定しかできなかった時期があったので、今も自己否定は変わらずするんですけど、自己否定と自己肯定をどっちもできるようにやっとなってきてはいるので、当時の自分に、いやあんたは本当に頑張ってるからねっていう、本当にまあちゃんと頑張ってるから、それを自分のことを少し認めてあげてもいいんじゃないのっていうのは当時の自分に言いたいことですかね。高校卒業後 SNS で自身のスタイルや愛のある言葉を発信している詩羽さん。どうせ生きるなら嫌いなものと生きていくより好きなものと生きていきたいなと思っているので、嫌いなものを好きになれば自分はもっと幸せになることができるなという気持ちで、過去に嫌いだったものを今は好きになっています。でもそれが無理なら逃げるべし、逃げることって全然悪いことじゃないし、自分のことを守る大きな手段です。今年もたくさん音楽と向き合っていきたい。楽しませて幸せにします。
待っていてね。もっとラブ。なぜ自身のスタイルを発信しようと思ったのでしょうか。なかなか私の周りにも世の中にもあんまりいなかったスタイルだったので、その写真を撮ってもらって、その写真を世の中に発信して、その普通っていうものにとらわれなくていいんだよっていう言葉を添えて、本当にそこに重きを置いて世の中に発信することで、あ、こんな風に生きてる子がいるんだ、じゃあ自分もなんかそのみんなの思ってる普通ってものにとらわれなくてもいいんじゃないかっていうのに繋がったらいいなと思って、普通っていうものを変えていこうっていう気持ちで発信してましたね。強みのカンパネラになるずっと前、フォロワー、SNS のフォロワーとかも全然いなかった時期に、自分のその言葉を聞いてすごく励みになりますって言ってくださってた、あの女の子、私よりも多分年下の女の子、学生の子がいて、その子がライブに来てくれたことがあって、沖縄の子なんですけど、ツアーで沖縄でその子が来てくれて、泣きながらなんかすごい、あの会えてよかったですとか、いつも本当に支えられてますっていうのを言ってくれた時はすごい私自身嬉しかった話でした。嬉しかった機会ですよ。忘れないだろうなって思う、自分が少しでも何か変えることができたんだなっていう機会でしたね。忘れられない出会いをした詩羽さんにファンの存在について聞いてみると、不思議ではあるっていうか、世の中にも誰にも愛されてないな、自分にも愛されてないなっていう時間が本当にあった人間なので、人に愛される環境ってすごく不思議というか、今ファンの方にすごく大好きだよっていうのを伝えてもらって、ファンの人たちにすごく大事にしてもらっているのが不思議だなと思って見てもいますし、なんか本当にファンのおかげで今がありますっていうアーティストって私嘘だと思ってたんですけどでもアーティストになっていて、あの言葉って本当なんだっていうのをすごく実感するくらいには、支えてくれる人がいるから本当に毎日があるなっていう、明日があるなっていうのはみんなのおかげだなって思うくらい大事な存在ですね。自身の経験から感じたことを発信し、それが誰かのためになってほしいと願う詩羽さんが届けたい言葉とは。私はあんたのこと好きだけどねっていうのがすごい大事だなと思ってて、何も自分にはないって思ってる人ってやっぱ本当にいると思うんですけど、私もその気持ちめちゃめちゃ本当にわかるし、でも私はあんたのこと好きだけどねっていう言葉をやっぱ伝えていきたいなと思ってるので、それこそそれをライブに来てくれたら、それを本当に自分の言葉で口で伝えることができたりするからこそ、自分になんか会いたいなと思ってくれる人を増やしたいなと思う理由はそこに